としては、この間、軍中への派遣労働者の問題で戦いに行ってきました。軍中への責任を追及して戦いに行ってきました。フリーター全般労組っていうのは、個人加盟組合です。誰でも入れる。フリーターでも、どんな働き方をしている人でも、入れる組合という特徴があります。で、そういう個人加盟組合の中でも、特に非正規雇用が多く、それからプレカリアートというふうに呼ばれている、新自由主義経済の下で不安定な生き方とか働き方をしている人が、中心になっている組合です。People ask us what are fleeters. I guess people like the word, but it's really hard to explain what it's about. We define it ourselves most of the times in terms of the contracts we have with employers. That is often we work as temp workers, independent contractors. You're more or less work in a corporate environment like any other employee, but your contract is a temporary one, meaning that you have no rights whatsoever. But then again, there's other opinions saying that we don't really want to define ourselves in terms of our contract with our employers. That's not where we want to begin. It's more about our entire lives, how the changes that are taking place since the 1990s in Japan are affecting us. The question is, who are the creatures? A lot of us are people who just refuse to enter more into like the traditional system of corporations. It's very difficult to try to explain where we stand in relation to these older, more secure paths, because a lot of us didn't choose it, and a lot of us refused to join. A lot of us were part of corporations, or we had more secure jobs, but dropped out. As we chose more alternative lives, the whole landscape, the whole employment process of corporations sort of changed over the last 10 years. So what was more like voluntary dropping out or voluntary freelancing became more and more difficult, to the point that our daily lives became pretty much unlivable. 一概には言えないと思うんですけど、まず日本の場合、戦後ずっと、企業内組合っていうか、こう会社ごとに労働組合ができていたんですね。で、だからまずその、会社がこう傾くと組合も、まあ、そのまま存続できないみたいな風に思っているのか、組合員の利益より会社の利益を重視しちゃうようなことがあったんですけど、もちろんちゃんとやってた組合もあったんですが、で私たちは個人加盟の組合なので、組合の利益をちゃんと重視できるっていうのが、一つ特徴です。でただそれはフリーター労組の特徴っていうよりは個人加盟組合の特徴で、でフリーター労組のさらにその中でも特徴っていうと、私が感じてるのは、なんか不穏な感じがする。どうしたらいいんだろう。なんて言うんだろう、その規律正しい感じじゃなくて、組合でもすごい上下関係があるみたいな組合ってあるんですよね。で誰かボスがいて、その人がこうえばってたりとか、でそういう組合でもちゃんと 組合のために働いてくれたりはするんですけど、こうでもなんか組合の中に力関係がある、でその人に文句が言えないみたいな組合もあるんですけど、リザローサはそういう感じじゃないですよね。とりあえずそこまで。なんでそうなってるかっていうと、こう自分が感じるところなんですが、フリーター労組がこう組合としてこう盛んに活動するようになった時の主なメンバーとか、フリーター労組が大事だからということでこう活動に参加してきたメンバーの多くが何らかのこう運動を経験していたっていうことがあると思います。でその運動を経験する中で、例えば間近に権力関係を見たりして、そうなっちゃいけないなというのをこうよく見てきて。 So that was around 2006 or 2007.
And up till then, that was the third May Day that this organization coordinated, but it has always just been about May Day. There were no really like any other activities on a daily basis. Many of the members left, so at the end there were only 3 or 4 members left, and a new movement came out of the repression, and that's the Freedom Movement. 自分がフリーター労組に入ったのは、戦争反対のデモにずっと参加していて、フリーター労組も、貧困の問題と同時に戦争反対を言ったり、あとデモをやったり、していたからです。フリーター労組に入った動機は、最初イラク反戦の活動なんかに参加している時に、たまたまフリーター労組の主催するデモに参加して、まあ、仲間が逮捕されて、その救援をしているうちに入ってしまいました。何らかのこう運動を経験していたっていうことはあると思います。で、その運動を経験する中で、そう、例えば間近に権力関係を見たりして、そうなっちゃいけないなというのをこうよく見てきて、その、運動の中の誰かボスが威張るとか、そういうのをこう組合では許さないようにしようっていうふうにこう頑張ってるというか、こうそういう、こう文化とかを持ち込まない、許さないようにしようっていう、こうなんとなく合意があるっていう感じはします。不安定で蓄えがないような中で働いたり来たりしているので、仕事が切れたら家賃が払えなくなって、こうすぐ家を出ていかなければならなくなってしまうとか、生活保護をこう申請の必要があるっていうような組合もこう中にいるので、こうただ労働の問題で結びついているっていうよりは、その生きることというか生存とか生活を守るっていうようなことをこう大事にしているとか、その生存の面での助け合いの必要性がすごくあるっていうのも特徴の一つだと思います。はい、フリーター労組で活動する中で、その住宅の問題について取り組もうと言ってたんですが、去年の年末から今年の初めにかけての派遣切りの問題、失業の問題が出てくる中で、もう一刻も早く取り組まなきゃいけないじゃないかということで、今年3月ぐらいから、自由と生存の家づくりに取り組んできました。シェルターになるような住居を確保しようとか、それから仕事がなくなった時にみんなでこう搾取のなるべくないようなこう仕事を作っていこうとか、そういう取り組みもこう今始めているところです。安定状況を作っていくということは、なんとか確保できそうな状況に。今日ちょっと汚いんですけど、本来はちゃんと整理をして物が置いてあります。ここは資材とか、あと工具置き場ですね。実際後でここも部屋になります。含めて本当に自分たちが、こちらなんですけど、インディーユニオンさんと、まあ、私とか MB ユニオンとか、あと個人事業主の方々がシェアする。野菜地開催中です。ごめん、ポリのあれとかの頭いっちゃった大変じゃん。去年清水さんに俺の頭殴られました。ちょっと待って、労働組合法はアメリカと違っていて、どんな職場でもこう一人でも、その職場で働いてる人が一人でも組合員になれば、そこの組合は会社と、対等に団体交渉ができるというふうに法律で決まっています。そればっかりですよ ね。それは全く誠実な断交とは言えないんですよ。わかりますか。次回ちゃんと決めましたよね。10月13日かな。団体交渉の日程だけ入れて、具体的な返事はしないで、あなたは何も喋らないで、倉島さんだけがその場を適当にごまかすようなことだけ喋ってれば、それでごまかせると思ってるんですか。
ごまかそうとは思ってないですよ。じゃあどうして具体的なことを答えないんですか。で答えるかどうか協議して決めますって、そればっかりじゃないですか。しかもさ、代表で出てきてるんですよね。しかもさ、内容をね、あだからどん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 ね、こういう風になるんだよ、ね、引き延ばしして、うん、引き延ばししますって堂々と社員の皆さんに言ったっていう風にも聞いてますよ。本当ですか。いや、それは私は聞いてないです。そうですか、うん、じゃあそんな風な情報もあります。でそれで最初にこう交渉を申し入れて交渉してもすぐに、間違いを認めない経営者もいるんですが、そういう場合はその、労組の組合員が大勢で会社の前に行って、会社にきちんと交渉に応じるように、要求する、行動をしたりします。でそういうことによって会社もこのまま組合を軽く扱ってはいけないんだなということが分かって、きちんと交渉に応じるようになったり、解決に向けて動くようになったりします。また、行政の機関を使って労働委員会という都の機関なんですが、そこに会社に交渉に応じるように求めたりということもあります。 A company might just choose to flee. We take this next stage of taking direct action to the company. And we see this is 2 hours from Tokyo. It's, yeah, that happens a lot where a person might be working in Tokyo andthe manager or the president or the owner of the business is living 2 hours out of Tokyo, in which case we would make the trip directly to their homes and make it clear that we're not going away and that there's no use in prolonging the process, that what they're doing is clearly illegal, and make it clear that going to court or hiring lawyers isn't going to be a solution for them, because after direct actions we have even other steps. That's when we come with our megaphones andalso publicize everything on the internet. And also a lot of us were working in areas such as NPOs or labor unions or independent publishers, sort of part of the left, whose employment practices were horrible, but the other mainstream unions wouldn't actually pick up their cases. A lot of the people working in non-traditional workalso came to us, and we would pretty much negotiate with an NPO or maybe an alternative political party, for example, like the Okinawa Independence Party, and we'd treat them as any other employee. Sashiburi. Oh, Sashiburi. あのね、団体交渉の申し入れです。団体交渉の申し入れです。やらさーん、やらーさーん、やらさーん、やらさーん、出てきてくださいよ。やらさーん、団体交渉に応じてください。もしもし、開けてよ。やらさん、開けてください。何言ってんだよ、断交拒否しやがって。営業問題、営業問題、何言ってんだ、断交拒否じゃないかこの野郎。うるせえ、断交拒否だよ。出てこい、正々堂々と話し合おうって言ってんでしょ。やらさん、やらさん、何言ってんだ、出てきなさいよ。団体交渉権に基づき加入することができる労働組合、フリーター絶版労組です。本日はこちらにあるアリス T シャツセンターの代表である矢田長作さん、琉球独立党。それでは長山さん、いかにのスペックコールを叩きつけましょう。スペックコール、スペックコール、矢田長作は話し合いに落ちろ。矢田長作は話し合いに落ちろ。アリス T シャツセンター、矢田長作は話し合いに落ちろ。我々は戦うぞ。Many of the independent membership unions have paid staff. The paid union is the only union, one of the few unions where we're all volunteers and not professionals. And in these unions, it would be that each paid union staff has somewhere between 30 to 50 disputes, cases, at any time. You would go
The person who joined the union or has grievances would go with the union staff. Maybe one on one, they work one on one and go to negotiations with just the two people, the aggrieved and the union staff. Whereas for here, everyone's pretty much a volunteer, and for each dispute, for each individual case, you have a turnout of what, 7 people or something, right? And that's what makes this even pretty special. In that way, we follow in the footsteps of the struggles of like many part-time female workers, because of course they were the ones who have been fighting that for a long time, you know, being considered dependents and not receiving any benefits, being paid incredibly low wages for long hours, and not really being considered a worker by any of the unions. So it's really, we're not really new, we're just continuing something that other groups have always been doing, especially female workers. And I guess there's been criticism that the whole issue is sort of sexist, because have always been normal for women, and then as soon as men begin to make like these wages or work under these conditions, suddenly the media is exploding, you know, and what's wrong with this world or something like that. フリーター全般労組 の, あのまずウェブサイトがあります。で、そこに労働相談の、メールフォームがあるので、そこに働いていてトラブルになった人は詳しいことを書いて、相談のメールを送るっていうことがあります。それから、毎週、週に2回やっている電話相談の時に電話をかけてきて相談をするとか、それから、一度フリーター労組に来て問題を解決した人の紹介で組合に来て、で相談をしたり交渉したりっていうことがあります。最近はすごいその日商売系とか、その今までだったらなかった夜の商売とかすごいいっぱい相談に来ています。ガールズバー、仕事せなCabaret, a bar where women go like... Satchon ga sexual harassment, moral harassment. Harassment! 10年前に帰って、その日の時給が、3000いくら。ケースはたくさんあるんですけれども、多いのは突然クビになる、急に解雇されて、それでもう明日からの生活に困って労組に相談に来て、団体交渉をして、解雇が撤回されたりとか、それから解雇予告手当相当の解決金が払われるとか、それから働いている間に支払われていなかった残業代の分を後から請求してきちんと払わせるっていうようなことがあります。So campaigning against these temp agencies that have become really large and powerful over just a few years. For example, the Goodwill Corporation has pretty much bought a baseball stadium. 派遣労働者の個人加盟組合があって、でそこでは例えばグッドウィルでかなり問題になってますけれども、そこのグッドウィルユニオンをこう一緒に作ったりとか、M クルーっていう、これもなんていうんですか、建築現場に結構派遣している、これもひどい日雇い派遣会社なんですけど、そこのユニオンを作るときに一緒にやったりとか。Freedom Union is organizing every year May Day called the May Day for Freedom and Survival, which is a really independent and fun May Day. 医療費はただにしろ。サウンドデモみたいなデモとか、こう、表現の仕方にすごくこだわってるっていうか、日本のこうかつての組合の、デモのスタイルとか、なんか審査欲の人たちのデモとかはこうなんか形式化されていて、伝統的な型にはまってるところがあるんですね。で、だけどそのやり方だと本当の自分の気持ちがこもってないっていうふうにこう思っ
バレてしまったりとか、参加しててもなんかあんまり面白くなくて静かに歩ってるだけとか、それから、すごい形式化された勇ましい言葉を連呼するだけっていうような感じのデモを今までの運動はしてたんですけど、フリーターローソだけじゃないんですけど、まあ、フリーターローソもその中の一つで、そういうんじゃないもっと自分たち自身の表現をしようっていうことを大事にしていて、でその一つがこう、サウンドカーでこう音楽を流したりしながら踊りながらデモをするとか、それで自分たちの言いたいこととかを伝えていくとか。過労死は折り口が悪いんだ。やっぱ半数超えてるんですよね。で女性ばっかりの場合っていうのがあって、それは私がそのここまで自助グループだとか、自称系の例えばオフ会だとか、そういうものに行くと9割女性ですよね。リストカットの集まりだとか、だから なぜ女性は、こういう場には来ずに、そういう心の問題として回収されていくっていうところに、なぜ9割女性なのかっていうような、でそこでやっぱり本人は自分を責めていってしまうというような、なかなか社会的な回路と自分のこう、女性ならではのビジネスの問題をこう、でも、まあ、絶対逮捕者もなくずっと盛り上がり続けて、デモがで、スペシュやっぱりザ・プレカリアーツって曲さパンですね。マクドナルドの格好して労働者として歌いたいです。若者たちが若者自身で自分たちの自分たちによる自分たちのための言葉で、若者と貧困、若者と非正規と言われているものを、自分たちはプロレタリアートであり、あのプレカリアートであるというふうに定義をして、自分たちの宣言をやっているので、それはとても新鮮だし、まあ、統治者宣言だと思います。またこれがあの日本国内だけじゃなくて、グローバリゼーションの中での格差是正に世界中が取り組んでたり、若者がデモをしているわけだから、この若者と雇用の問題をプレカリアートとして、もっと世界的な格差是正の問題に広がればと思います。その時に持つこうもの、あれはバナーとか、ああいうものの表現をきちんとこう、ありきたりじゃないけど自分の言いたいことをちゃんと書くように工夫するとか、まあ、いろんな服を着てみるとか、そういうことをこう楽しみながらすごい工夫している。でそこになんかすごいこう義務的じゃなくて、ものすごいこうそれが好きでしょうがないみたいな人たちもたくさんいて、そこにパワーがあるっていう感じがします。なんか参加してるメンバーの中に、なんだろう、黒い旗を持ってる人はアナーキストアナーキストな人が、すごい真面目なアナーキストな人とかがいて、アナーキストって真面目なんですかねですごく真摯な感じで、アナーキストの、なんか文化を持ち込みつつ、でも中をむちゃくちゃにするんじゃなくて、真摯な感じですごく活動に参加してる、いろんな人のこう組合を良くしようっていう、 こう思いとか、こう自分の持ってる力をここに持ってこようっていう、なんかその努力の結果という面もあると思います。反貧困ネットワークという、 こう貧困問題に各分野から取り組む、ネットワークには参加をしていますし、最近のことで言えばこう G8 に反対する活動にも参加してるし、実際北海道にも組合員がこう何人も行ったりとかしてますし、野宿者の支援をしているグループとも関わりはありますし、もう本当にいろいろありすぎるというか、たくさんあります。で、フリータローソン、あ、ごめんなさい、特徴の続きで、参加しているこう主なメンバーがそれぞれこう自分のフィールドをいろんなところで持っていて、運動的なつながりもそれぞれが持っているので、こうそういう人を通してどんどんこう人のつながりが広がっていくとか、運動のつながりが広がっていくっていうのは あると思います。楽しいメーデーをやってるんですけど、そういう感じのメーデーは全国で今いくつも行われていて、でそのメーデーをやっているようなところを中心にして、
もっとなんかこういろんな組合がどんどんできて、でこう自分たちの組織がこうすごい巨大になるというか、そういういろんなところでやってる人たちとどんどんこうネットワークが広がっていって、まあ別にいいや、じゃあ最後に知った、弱い者たちが獲得するものは未来である、熊本の弱い者たちをバカ騒ぎせよ、of a more established union suggested to us that we begin to really look at our own lives, how we make money, our workplaces, why we are activists in the first place. Because until then, I think many activists don't really like to talk about their situation with money or what happens at the jobs. You know, everyone is maybe anti-capitalist, but we tend to not like analyze why like these violations are happening or why we're poor or why we're hungry. And it was around that time that we began to concern ourselves with our daily issues that we've always had ever since we were students. So the idea was to form a labor union, and well, that will give us some sort of protection. First, we learned to talk about our problems, about discussing them not just with people in the company, but on the streets and with strangers, writing about them, learning to talk about what happens. And we try to look for ways that are cheap so that we can share what we know. And this is, for example, one way. This is a booklet that covers all the aspects or different aspects of our work. This is in case we're fired, discharged. It shows us under which exact law we're protected and exactly how much we're due. The exact situations when an employer can fire you under what kind of, you know, there's different ways of getting fired, I guess. And then there's holiday, there's accidents, there's a lot of workers' injuries, and what to do in case that happens. And this is just there as data to be downloaded, and we carry these and just give it to people. みんな身が軽いっていうか、もともとどうせ不安定なので、こうどっかで組合作ろうと思ったら、組合員がこうそのこう例えば悪徳な会社に。で派遣会社とかここに登録して働いて、そこで新しいユニオンを立ち上げるとか、そんなこともこう活動の一つです。組合の事務所と、あとこう自分たちで仕事を起こしする労働者協同組合のこう事務所と、あとこうなんていうんですかね、オルタナティブな情報が集まるこうなんだっけ、なんですっけ、インフォショップ、そういうこう情報交換ができる、普通のメディアとかではあんまりこう手に入れられないような情報をこうそこで手に入れたり、人と人が交流するようななんかこう集まれるスペースと、あとこう急に住むとこがなくなっちゃった人が暮らせるこうなんか住居みたいなところとかがこうなんか一緒になったような建物が手に入れられて、でそこでこうどんどんこう相談を受けて、そこでどんどんこう助け合いの輪というか、それからこう理不尽にこう会社とか経営者からやられっぱなしになっている人がこうそれを跳ね返して、みんなでこう助け合ってこう一人で孤立していくんじゃなくて、それに反撃してこうそうじゃない場をみんなで作っていけたらいいなと思います。Thank you.